はい。ワンちゃん。はい。ワンちゃん。全部。全部。二日になるよ。6リットル飲めばいいんだよ。二日になんないから。わかった？ねえ。もういい。ねえ。ちゃんと座って。あとやって。そう。あいたりないってな。ああ、じゃなくて座ってちゃんと、はい、ちゃんと座って食べて、はい、みんな待ってるから。うっちゃんは具合悪いのは自分のせいでしょ。2日になったのは自分のことコントロールできないのが悪いんだから。ギブだったらなんでそんな飲むの。ギブアツプパタル。いや嫌いなんだけど。パパ今何読んでんの。うるせえ。あのさ、何真面目な話あるんだけど。本当かな。半間裕次郎ってさ、背中に鬼宿してるじゃん。知らないけどね。お前って顔に鬼宿してるよな。何笑ってんの。最高じゃね。何が最高なの。どうだった。鶏肉のトマトチーズ。美味しかった。美味しかった、あれねえ、芽キャベツ残ってるんだけど食べてよ。なんで俺の体には合わない。俺の体には。ちょっと待って、そんなことわかるの、なんか食ってきた時ないから。ちょっとあっそう。いい匂いしたね。パパチヂミ焼けたから起きて、起きて座って。はいねえ、並べたから早く座って。なんで俺こうすぎ顔がで。なんでですか。空見えるからよ。また。体痛い？はい、やばい。プランシェ。もうプランシェやりたくない。なんで？極度すぎる。筋肉痛がってこと。そう。いやでもそれが治ればまた強くなってまた楽しいじゃん。前進して。ただ喋ってるだから。喋ってるからなんともねえかもしれないけど。当たり前でしょ、応援してるんだから。そういう目で見るなって。どういう目よ。見てるだけじゃん。ただオラブタのここみたいな目で俺を見るな。またオランウータン。オラウータのここよ。どう体筋肉痛。この前の前半端じゃねえ。わらへんな。もうやりてるね。でもできるまでやるって言ってたよね。挑戦はするけど、それは挑戦しないじゃん。それは分かんねえって。痛いもんだって。やるのはいいけど筋肉痛が。でもしょうがないじゃん。筋肉痛が痛いし怖い。痛怖い。筋肉痛が痛いってさ、人前で言わないでね。いや言わないで。本当に筋肉痛の向こう側だよ、その筋肉痛が痛いっていうのは。あ、そう。そういうあれで言ってるわけじゃないからね。そういうあれって何。筋肉痛の向こう側が筋肉痛が痛いってなるからね。分かったけど、まあでも頑張って挑戦してね。いや
何嫌って急に。嫌なの？嫌になってきたの？何さ、泣き言言ってんの？俺は泣き言は言うけど、うん、弱音吐かねえから。また